魔王クライブ。セイント・パニッシャー・アクイラの名において罪を背負うし、あなたに神の慈悲と裁きを。セイント・パニッシャー・アクイラ、力を振るわせていただきます。そこです。この程度、セイ、こんなの、セイ、こんなの、くらえ。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦えます。セイ、こんなの、俺式で。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。えい、まだだ。敵の体、スーパーの時です。私は、私はまだ。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦います。そこです。まだ。私は、ま、こんなの、神の御業を。せい、お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。くらえ。俺式で、こんなの、神罰の力を。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。神の怒りを。なかなか。私、切り裂きます。まるだ。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。また日を改めます。ターゲットの侵入を確認。迎撃準備に入る。コードネーム
サイレンス。目標を駆逐する。コードネーム、サイレンス。戦闘を開始する。殲滅する。まだだ。排除する。大したダメージ。食らえ。大したダメージ。損傷は。お前の闇を暴いてやろう。何を。この程度、確実に仕留める。損傷は。軽に。失礼。僕の手を逃がせる。この。お前の闇を暴いてやろう。何を。戦闘継続。せい。お前の闇を暴いてやろう。何を。戦闘継続。くらえ。損傷は。この手。まだ。失礼。なかなかやる。この。せい。お前の闇を暴いてやろう。何を。戦闘継続。くらえ。この程度で。お前の闇を暴いてやろう。何を。状況判断の結果、戦況は私が不利。無理は禁物。体勢を立て直す。珍しいですね、こんなところで会うなんて。先輩もやはり男の人ですね。どこを見ているか丸わかりですよ。いいえ、仕方ありませんよ。開き直られても困りますか。先輩はどこかにお出かけですか。先週発売のゲームをあさりにパソコンショップへ行くのかと。ではパソコンショップも回りましょう。私は隣でガン見しますから。隣で彼女に監視されながらアレナゲームを購入する。なかなか刺激的な風景に見えると思いますが。
られました。そうですね、私が先輩と付き合うといろいろ揉め事が起こりそうですし。いえ、こちらの話です。では先輩、暇なのでしたら買い物に付き合っていただけませんか。大丈夫です、ご安心を。クライブ、あなたの命運もここまでです。我が名はプリンセスナイト・アーネスト。騎士の誇りにかけてあなたを打ち倒します。騎士の誇りにかけて参ります。当たれ。マルガ、はぁ、騎士の力を打倒します。まだ戦えます。お前の闇を暴いてやろう。何が始まるんですか。どうした、お前の力はその程度か。私を甘く見ると痛い目を見ることになりますよ。なら俺様にお前の力を見せてみろ。今はまだ耐える時ですから。ですが必ず盛り返してみせます。威勢だけでは俺様は倒せんぞ、分かっているのか。どうした、お前の力はその程度か。私を侮るかどうかはあなたが決めればいいことです。ならば俺様をもっと楽しませてくれ。あなたを楽しませるために戦っているわけではありません。まだまだです。くらえ。まだ戦えます。くらえ。いません。騎士の力を、守りの盾をここに。くらえ。拘束します。エドで。お前の闇を暴いてやろう。何が始まるんですか。これからです。切り裂け。まだ戦えます。体を軽くします。騎士の力を。エドで。エドで。お前の闇を暴いてやろう。何が始まるんですか。これからです。はぁ、この程度で。広範囲だ。くらえ。せい。すいません。お前の闇を暴いてやろう。何が始まるんですか。お前の心の闇、そろそろ暴き出してやろう。その手には乗りませんよ。あなたの言葉など聞く耳持ちません。いや、お前は根が真面目だからな、否定しようとしても真に受けてしまうさ。だから俺のような自分の嫌いな相手の言葉も聞いてしまう。そんなことありません。聞き入れません。ならば
なぜさっきから俺様の声を聞いて苦しみ反論している？それは俺様はお前のその真面目さを悪く言うつもりはない。だがお前はその性分のせいで苦しんでいるはずだ。何を言っているのですか？わかりやすく言ってやろう。お前は気にしているのだ、自分の評価を。私があなたの評価を気にしているというのですか？俺様だけではない。お前は周りにいる人間の評価を気にしすぎている。自分が気を払うことで逆に人々に疎まれていないかをな。違います。私は、お前の負けだ。